こんにちは。アマゾン出サポーター、堀秀夫です。まあ私は、初心者は、物販以外では稼げないと。ねえー、そして、輸出をしなきゃ稼げない。輸出をするなら、オーストラリア。で、オーストラリアに売るのはアマゾンが簡単と。アマゾンオーストラリアで稼ぎましょうというようなね、えー、動画を、まあ毎日アップしてます。で、その中で、ねえー、飲食店は本当儲からないとか仕事がきついと思っている人が多いのか、あるいは、 まあ、私の動画が何らかの理由で飲食店業界の人に人気なのか分かりませんけど、まあ、飲食業は儲からないという、ねえー、動画が一番人気です、まあ、飲食店は儲からない、ねまあ、そもそも、ね、あんま儲かってる飲食店って聞いたことなくてね、えー、結構儲かってるという、ね、社長さんに話を聞いて、まあ、それはあの儲かって従業員さんへの給料も、えー、結構増やせて あの飲食業界では給料安いっていうのはね、飲食業界の経営者も知ってますんでね、他業界並みの給料を払っても、それでも利益出るぐらい儲かるんですかと聞くとね、いや、そこまでは無理と。だから、儲かってるってのは、オーナーさんは経営手腕があって儲かってるけど、従業員の給料は安いままと、従業員の給料まで高く払ったり、有給取らしたりするほどは儲かんない、飲食業じゃそれは無理だよというようなね、話になります。 飲食業あの、儲からないというのが人気でね、えー、でも中には反感を持つ人とか疑問に持つ人がいて、そんなに儲かんないなら、ね、なぜ、ね、次から次飲食店をオープンするんでしょうかというようなね、まあ、当然の疑問が湧くわけです。 でそんなコメントもね、えー、たまにちらほら、飲食店儲かる、なぜなら新規出品してるとかね、飲食店儲かる、なぜなら人間は毎日食事をするとか、まあ、いろいろ、えー、コメントをつけてくれる方がいるんですけど、まあ、飲食店を開店する人の気持ちとして、まあ、飲食業界で生き残るのは厳しいと。ね、ではなぜ新規出品する人がたくさんいるのか。これはひとえに、正常化バイアス、ねえー。自分だけは大丈夫と。 バラ色の計画通り実行可能。お客さん順調に増えてトラブルも起きず従業員の持ち逃げもなく食中毒も犯さず集客もうまくいってリピーターがついて儲かると。悪いことは起こらないと考えて出品する。まあ、そういうふうにバラ色の計画を、ね、信じ込める人が、ね、出店してるから飲食業はたくさんある。でも現実はバラ色の計画通りにいかないからどんどん潰れて生存率が低いと。 いうのがね、えー、実態です、まあ、この証拠がドタキャン騒ぎ、ね、悪いことは起こらないと考えて出店してますからね日常の業務でも悪いことは起こらないと思って運営されてる下北沢ピアピア130人ドタキャン大阪市の飲食店で30人の予約が連絡なしにキャンセル東京都立川市のバーでは70人の宴会がキャンセル 千葉市の居酒屋が70人の貸し切り委員会が連絡なくしでキャンセルというようなね、えー、ドタキャン、ひどいねってひどい奴らがいたもんだねというのでね、えー、毎年年末シーズンとか、まあ、もしかしたら今よりちょっと前の新刊シーズンとかもそういうのがあるんかもしれないですけど、まあ、いつもこれを見て疑問に思ってたことがあります。なぜ、ね、材料の仕込みに入る前に予約した人間に電話して、えー、いついつの人数変更ないですか、130人変更ないですかと。 なぜ電話をしないのか。まあ、その、仕込み前に電話をすればね、あダブルブッキングだったっていうのをね、えー、正直に謝るか、まあ、少なくともその時にね、えー、来ないということが判明するはずです。なのになぜ、ね、1ヶ月前とかね、えー、来なかったら大変な事態になるのに、材料仕込み時及び前日の電話をせずに当日を迎えるのかっていうのは理解に苦しむんですけど、 これ理解に苦しむんですけど、いや、逆にね、これ正常化バイアスで、えー、悪いことは起こんないと考える人しか飲食業オープンしてないから、ね、ドタキャンされるっていうのは自分がその目に遭うまで、えー、気づかないんだなっていうのにね、ふと気づきました。ね、まあ、前日に予約の電話、明日ね、6時から宴会スタート変更ございませんね,ね。言えば少なくとも前日にわかるわけですよね。まあ 単純にね、その百何十人だとダブルブッキングの可能性高いでしょうね。その漢字が一人ってことも少ないでしょうしね。えー、何人かで手配して見せ合って、あそこ取った取ったって言ってね、あじゃあ俺キャンセルしとくよって言って、キャンセル忘れちゃう。よくありがち。なぜそれぐらいのことが想像できないのか。あるいは少人数だったらね、あっちこっち、 予約して食べられてるって人がしょ,し,ょしょっちゅう感じ合ってる人なんてね、いつどの店に行くんだか、えー、ついついね、えー、飲み会の席であって手帳に書いてないとかで忘れることも十分あると。ね、えなぜそんなこと確認できないの,、ね、あのそれを思いついて電話しないのってのがすごい不思議に思います。毎年ド,キドタキャンが騒がれてるのになぜうちの店には関係ないと思えるのだろうかと。 まあ、救い難い想像力の欠如と対策不足。まあ、そういう思考回路でなければ、大変で報われない飲食業には手を出さないとも言うかもしれない。というのにね、この疑問が、まあ、ふとつながりました。ね、ドタキャン騒ぎで、なんで電話しないのかねと。なぜならこれね、海外のレストランって普通に、えー、いいとこ予約すると、カードでデポジットを取るにもかかわらず、さらに前日の電話とかね、予約後の確認の電話してきます。 なのに、デポジットも取ってない、うんね、でキャンセルされたら大変な、えー、お店が、なぜ、えー、確認もしないのかっていうのは不思議だったんですけど、大丈夫、大丈夫っていう、ね、発想の人じゃないと、そもそも飲食業に進出してないと、そう考えればね、この正常化バイアス、ね、自分だけは大丈夫というのでドタキャン食らう店がね、多いのが分かりました。まあ、そんな形で。 ね、別にこれ飲食業の人に喧嘩売ってるわけじゃなくて、えー、飲食店開きたいなとか思ってるね、えーまあ、副業で飲食店開くっての無謀なんですけど、まあ、退職後の独立開業で飲食店開きたいなとかいう人がいればね、まあ、悪いことは言わないんで輸出ビジネスをやって、飲食店はね、趣味で作るか食べ歩くぐらいにした方が絶対いいんで、まあえー まあそうかもしれないねと、冷静に考えりゃそうだねというふうに思った方はね、オーストラリアのアマゾン室、まず情報をチェックしてみてください。この一番上のメールセミナーをクリックして、メールアドレスとお名前を記入すれば、このオーストラリアアマゾン室のノウハウ及びサポートのお知らせなんかを無料でお届けしています。飲食業は儲からぬいなぜ、 次々と出品する人が、出店する人がいるのか。まあ、ふとこのキャンセルの問題と組み合わせるとね、あどういう人がやってるっていうのを考えると、新規出店する人がね、多いのも、合、え、点、ー、がいったなと。まあ、もしかしたらこの説明だと、えー、理解できる人が、えー、結構いるんじゃないかなと。 あるいは結構いなくてもね、数名でもいてね、まあ、その人が考え直して飲食やめて、でオーストラリアアマゾンやって、飲食は食べる、作るだけにしとこうと思ってもらえればね、幸いだと思ってこの情報をシェアしました。以上、アマゾン室サポーター、堀秀夫でした。